ね、残り2バンドの、はい、11番目ですね、はい、はい、バンドの紹介をお願いいたします。はい、紹介します、はい、ボーブランク、私たちボーブランクは医療関係者で組んだバンドですので、献血のお手伝いができて嬉しいです。最近バンド名を変えて頭空っぽにしようのボーバンドにしました。今日は皆さんが仲良くし、みんなが知っているホーロックを中心に演奏しますので、最後まで楽しんでいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。ゴーブランクさんです。どうぞ。よろしくお願いします。ゴーブランクです。僕らは自治医大 の医師とか、あと製薬会社の方で組んだ、みんな音楽が好きで組んだバンドです。邦楽の、有名な曲いくつか選んで今日持ってきましたので、ぜひ聴いてください。最初はバンプオブチキンの天体観測という曲です。聴いてください。ありがとうございます。
天体観測でした。次の曲は、アジアンカンフージェネレーションの、リライトという曲です。リライトでした。今日は献血イベントですけれども、僕らは実際、病院で患者さんがその献血で助かる姿をたくさん見てます。献血が本当に今不足しているというふうに言われてますけれども、そうやって助かる命のために皆さんぜひご協力ください。よろしくお願いします。次はスピッツのホタルという曲です。聴いてください。
とうございます。今日は晴れて良かったですね。夜もこうやって外で最後までできそうで本当に嬉しく思います。皆さん楽しんでますか？ありがとうございます。あと残り2曲ですけど、ぜひ楽しんでってください。次はワンオクロックの完全感覚ドリーマーという曲を聴いてください。
いや寒くなってきましたけど皆さん本当にありがとうございます。僕らあの去年もあのちょうど1年前このステージに立たせてもらってやってすごくあの思い出に残ってるあのステージです。ここは去年はあの昼だったんで本当にそれであの9月だったのですごく暑くてあの光もすごく眩しかった印象が強いんですけど今日はあのちょっとあの寒くなりましたね。もう秋ですね。では次あの最後の曲ですけれども、アレクサンドロスの渡り鳥という曲です。これはあの、まあ力強く羽ばたいていこうという、まあ、いろいろ頑張ってやっていこうという曲です。最後に、一緒に楽しんでいってください。ノーブラックでした。